天達でございます。小倉さんたちみんな天達ということで、今日ね来た新カードやばい、ショーダウンということで、まあ、今作は初ですね。過去には出たことあります、過去作では。で SBC なんですけど、ちょっと待ってね、もう嬉しすぎてさ、そのジューレが作ったジューレが嬉しすぎてキャインということで、まあ今度のねチャンピオンズリーグでバイエルン対バルセロナがあるんですけども、それで、ジューレそしてピケが代表としてショーダウンに選ばれました。で、今現在はジューレが86で、ピケが87なんですけど、勝ったチーム、バルセロナが勝ったらピケが上がって、バイエルンが上がったらジューレが上がるということで、能力こんな感じです。まあ、2位上がるんですけど、ペースは80、シュートは51、パスは68、ドリブルは66、90、ディフェンス、フィジカル88、ジューレはこんな感じです。能力詳細はまだ明かされてません。でピケもそんな感じで能力が2ずつ上がるということで、ペースは4上がってますからね。まあ、そういう感じでいい SBC が来たということでございます。で、僕がね10で作りました。で、ピケは、まあ、能力こんな感じです。ペースが加速81-80ということで、もう爆速、このでかくてちょっととろい、でもそれ以外の能力があるっていう選手が足が速くなって上がってきてますね。で守備士90とかもうすごい強い。でこっからまたオーバーで2上がりで、各能力はどんぐらい上がるか分かんないけど、まあ上がるという感じですね。で僕の場合はまあこの辺、ファンデルサールとそしてリュディガー使ってたので、まあ、ドイツでケミがつながるからジューレで、ジューレこんな感じです。はい、ケミ7になってるな。あこっちか、こうだね。これで、使ってます。今ねゴレツカにするかケシにするかで結構迷ってる。だから今ちょっとケミが違いますけど、全部パーフェクトケミになります。パーフェクトケミっていうか10になります。でジュレは加速84のダッシュ83で、僕の場合は加速で使ったんですよ。足速94と93ジュレ使ったんですけど、僕はねセンターバックに積極性を重視するので96にしました。積極性の方がねなんか最初からねピタッとマークついてる感じがして、でボール取ったらゴーンって潰してくれるし、フィジカルがある人がなんか気持ちよく取れるみたいな。どっちが強いか分かんないけど、俺的に気持ちよく取れるのは積極性なんで、なんかそういうケミスタイル、名前も分かんないけどね、このお城みたいなマークつけましたということで、スピードは84、それでもねスピード、このスピード、この身長で加速が84、ダッシュ83があって、インターセプトが94、ヘディング99、守備意識95、タックル95、スライディング91で、フィジカルが99の積極性が96と、鬼でしょ鬼でしょ。であとねジャンプが40しかないんですよ、ジューレは。なんかわかんないけど、だからそこがねちょっとどうなるかわからない。今なんかクロスとかクロスゲーしてくるような人とかに当たってないんでまだわかりませんけど、マジで強いです。この後ちょっと何試合か使ったそのいいシーンを見てもらいますけど、マジで強い。でジューレでね当てると、ジューレ当てるとフォワードにさ、フォワードにね重量当てると、そのなんかフォワードで持ってバイタルあたりとかペナ内でなんとかするっていうのができなくなるんで、結構ねカンテとか、まあ、ボランチの選手でワンチャンなんかちょっと難しいプレーをして、中盤のトップ下みたいな選手とかに当てて、そこで勝負しだすんですよ相手が。なんでカンテがこっちのカンテが生きてくるみたいな。重量入れることによってカンテの出し力もめっちゃ上がった。で相手がね明らかにテンパってんのが分かんない、クソみたいなミスしだすの、エリート隊のディビライで。そんぐらい10で入ってもう何もできないっていう状態を相手に与えてるってのが分かる。マジで強いです。で現在ね、で今このショーダウンの選手、勝ったチーム側に上がるって言ったんだけど、単純な今の能力の比較で言ったらピケの方が強いかなっていう気がする。だからパスとかもうまいしドリブルもうまいんで、やっぱでかい選手というのはちょっと重いんじゃないのとか、で足は同じぐらい速いし守備能力もそこまで変わんないで、フィジカルもそんなに変わんないで、何よりピケは普通のジャンプ力を持っていると。でピケはこれにプラスしてパスとドリブルがちょっと高いんで、多分ピケの方が使いやすいんだろうなっていう気はするんですよ。ただですよ、チャンピオンズリーグ今現在ですね、これがね12月9日に行われますバイエルン対バルセロナなんですけど、チャンピオンズリーグのグループリーグの、結果、バイエルンが5連勝全勝です今のところ。でバルセロナが2勝1分け2敗ということで、まあ、戦績だけ見ると、まあ、バイエルン優勢で、まあ、能力
その勢いで言ってもバイエルンの方がいいのかなって気がするけど、まあ、バルセロナはシャビが監督になってこれからね新しくて勢いに乗ってる新しい監督になったチームって結構ブーストかかるじゃん。だそういう意味でもバイエルンが勝つ可能性はちょこっとあるかな。でもやっぱりバイエルンかなっていう気がするんですよ。ただバイエルンは通過が確定してるんで、もうちょっとメンバーを落とす可能性があると。でバルセロナに関してはこのチャンピオンズリーグこの試合に向けてちょっとメンバーローテーションしてるらしく、僕も見てないんでわからないんですけど、バルセロナを見てるっていう視聴者さんが バルセロナは結構ねバイエルン戦に向けて戦なんていうのあのローテーションしてるよっていうことなんで、もしかしたらワンチャン本気のバルセロナ対こうメンバー落としたバイエルンとかであればピケが上がる可能性がある。だ結構確率は普通に考えたらバイエルンが勝つんだけど、ジューレとピケだけを比べるとピケの方が強い、ジューレは弱い。でも勝ったらプラス2で、なおかつ今ピケが強いだけどバルセロナが勝つ確率はちょっと低い、でも勝ったらそっからまたさらにということで、むちゃくちゃ悩ましい SBC です。どっちがいいかっていうのはちょっと分かんないけど、俺はまあ結局どっちがいいか分かんなかったから、ケミ合わせて10連しました。で10連現状でももう1年間使えるぐらい強いです。でここからまた2上がるから、もう勝ってほしいね、勝ってほしいけど、こうなったら応援するしかない。でショーダウンっていうのは、でここでね俺が思ったのがピケと10連もどっちも作っちゃおうかなって思ったの。ただショーダウンっていうイベント自体がまだ来るんで、まあどっちかにしといた方が、でどっちかにして賭けに勝つ予想が当たるっていう方がまあ後々も楽っていうのはある。コインがむちゃくちゃ余ってる人は作っていいと思うけど、今現在ね、今朝の6時です、7時かもうすぐ。ピケは SBG で作るのに145,000円、1から作ったら。でジューレは144,000円ということで、まあほぼ変わらない値段ですけども、まあキャインと。でバイエルンとかバルセロナとか、あとはリーガの SBC ピケでいるし、あとはラリーガブンデスか、ブンデスの選手もいるので、その辺値段が上がってきてます。でブスケツがね結構どっちにでも使えるっぽかったんで、割とあそんなことないか、わかんない、もうその辺は自分で考えてくださいと。ちょっとね嬉しすぎて酒めっちゃ飲んでんだよね今。まあそんな感じでジューレ僕は選びました。皆さんは誰を選ぶか、今現状だけで言えばピケが強いです。 あとちなみに引き上げだったらどっちも1ずつ上がるんでピケの方が強いということになります。だから勝ち、まあ、バルセロナが勝つ、バルセロナが負ける、引き分け、この3つの結果が考えられるわけですけども、その3分の2でピケが強いという状況になります。ただどっちも強い、それだけは言える。どっちももうこの環境にぶっ刺さるというか全然上位の強さを持っているので、まあジューレがこのまま上がんなかったとしても普通に強いです。だからまあ好きな方を作ってもいいかな。わかんないけど、まあとにかくまあそれだけ言われてもね、言葉でいくら喋られてもわかんないと思うんで、ジューレのプレーを見てお別れということで、今日は参考になったらチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。皆さんはどっち作りましたか？さようなら。バー。やば。めちゃめちゃライン高かったな、ジューレの位置。わあ、すげえ。追いつける。あ、シューレ決めてきた。でもまあスピードやっぱ速えな。あれ、ジノラがもうボロボロにされてる。ジノラ粉砕。うおやっぱ積極性ある。あ、もうそっちじゃない。キャーン、ジュレジャンプ力どうなってんだろう今。おらおら気持ちいい。行け、ジュレ早いだろ。ジュレがここのスピード来るの嫌だろうね。いや、いいね、やっぱジュレ。やばいね。
らチビのスキルムーブは足伸ばせば取れるね。あ、銃が間に合う。やば。恐れていたことが。でれれ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 。わら。銃霊だと思ってなめんじゃないわよ。やっぱこの一歩が出るのでかいな。